どうするこれ。どうするこれじゃねえが。まあでもね、テレサも踏みたいもんね、ここまで来たら。やからテレサ踏みたいから、このままサイコロ振る。はい。1です。テレサ踏めるかな？怪しいな。1マスしか進まないの。ね、こういうゲームはね、やっぱ進んでなんぼみたいなところありますから。あ、でもキャサリンも割と足踏みしてる。あ！マジ？やったぜ。やったぜ。ドンキーが金土管ガンガンに構えてんだよな。で、ロゼッタも、まあそこは金土管使いますよね。みんなこっち来るのか。それそっからサイコロどうなんの？まあまあ触れますよと。まあただ1以上出せば何でもいけるので、びっくりさえ踏まなければ何でもいいです。びっくりさえ踏まなければね。はい。いや、これあれなんよな。ロゼッタが右に来るということは、何？テレサを使われる可能性があるというところもあるから、いやー、どうなんだろうね。厳しい戦いが始まりそうだ。そう、一人悠々とね、テレサで誰かの邪魔をしつつ、一個ゲットしてみたいな、そういう作戦で考えていたが、みんなこっち来たね。はい。さっきはなかったが、今回はありますよと。これドンキーでも金土管2個持ってるからな。すぐ溜まりそう。しかも次テレサ使えるもんね。キャサリンを使うか。いやー、コイン多い順で言うと、あ、そういうあれ？あ、でもそっか、1位やもんな、ロゼッタ。なるほど。だからもう1位の邪魔を徹底的にすると偉いね。そっか、コインをたくさん取れる。なんでなん。なんでそんなことすんの、君ら。ひどない。ひどない。ね。もう自分だけさ、自分だけスター取ったらもうあと知らんぞ、みたいなさ。そういうの良くないよ。あ、1、3ゲーム。緑で1、3に分かれたの初めてですね。ゴロゴロ岩転がし。わあ、わあ、わあ、それはもう3人側は移動するだけ。これどうしたらいいの？あ、頂上目指すのね。なるほど。おぉ、うわー、うまい。いえ、ペタンペタンで、時間制限内に頂上にたどり着けば、3人チームの勝ちですよと。そういうあれですね。誰か一人でも登りきれ。やだ、やだ、やだ。やだ、やだ、やだ。やだ、やだ、やだ。ここ。はい。はいじゃねえが。ただし、ドンキーとロゼッタにコインが行ってしまうので、まあ一長一短なところはあるが、まあここね、右ルートぐるぐる周回するということはコイン奪われるぞというところなんで、周回できるほど折れるかな。そこは諸説ある。ない。マップ。そうなよね。まあ、振るか。振りましょう。なんかダッシュアイテムあるわけでもないし。1しかさっきから進めてないけど。大丈夫これ。テレサほんまに使える？ワープブロック。はい。これは、どうなん？ロゼッタはもちろんキャサリンから奪うよね、スター。ロゼッタはもちろんキャサリンからスター奪うよね。わかってるよな、ロゼッタ。圧をかけていく。あ、コイン？キャサリンから。もうそれ以上はスターいらんってこと？なんで？なんでかは知らない。よくはわかんない。うん。よくはわかんなかった。さあ、で、ドンキーは悠々と金土管使って、気づけば2位に躍り出るのか。いやー、これほんまにあれやな、逆転劇やな、ドンキーの。言うてる場合ではないんですよ。言うてる場合ではないんですけど、ね。着々とスター集めてんぞ。
さあ、で使い道が果たしてあるのかどうか分かんないワープブロックのバーサスマス、みんなで、いやもうコインな余ってるからな。はい、10コイン。これドンキー以外誰一人いたくないんだよな、10コイン失っても。みんな結構あるもんね。あ、旗揚げ兵法とか夏。何それ。おー、それ2匹ぐらい来たりするんだろうね、多分。やけどまあうまく避けてねと。あ、ジャンプできる、もしかして。ジャンプ見てなかった。あ、ジャンプできる、なるほど。まあさすがにそんな序盤からね、誰かやられることも考えられないから。2個目が一番ちゃん真上に降ってくるのずる。それは知らん。それは知らん。まあ、うん、くれてやるといったところなのか。うん、いやでもあのこれテレサ使うから、テレサ使うから。もうテレサだけが頼みの綱、ドッスンパズル。それ何？え、これほんまに何？え？これ何？同じ色のブロックを2個以上つなげて消しましょう。消したらどうなるの？ドッスンはブロックを押し潰してくれます。あ、向き変えれる。え、どうしたらいいの？これ。あ、ブロック、なるほど。できるだけ生き残れと、そういうゲームですね。ぽいと思う。多分。なるほど。っていう感じで、遊ぶと、あ、そこ見てた。で、多分その、順番に、あ、100点取った人が勝ち。これ上にたどり着くまでとかっていうわけではなさそう。こうでいいの？で、あ、横は無理。で、ドスンはここ潰してもらって、待って、ミスった。あ、やばい。ボコボコシリーズ。むずい。パズルゲー苦手かもしれない。気づいちゃった。あそこ潰れない。ここ、ドスン。で、黄色潰す。で、黒用意しといて、緑、白。連鎖は強いとかない？なさそう。わかんない。ドスン。あ、そこ潰した！マジ？やった！ちょ、育て直しや。あー、そこに置いちゃった。で、こう置いて、こう置いた、こう、そこ潰してもらう。潰してもらうと何か嬉しい。わかんない。わかんない。いやー、すごい。すごい、このゲーム。なんか、すげー黙々とやっちゃう。全然ポイント足りてない。みんなうまいね。もうあれやん、あ、こいつパズルゲーム下手だなっていうのバレバレじゃないですか。はあ、やばいぞ。序盤結構ミニゲーム買ってたけど、なんか後半に入ってまくられつつある、まくられつつあるというかまくられてるが、うん、そう、ワープ使っても微妙やもんな。振るしかない。振るっきゃね。4 1 2 3 4、ラッキーマス。ぴったりサイコロとか欲しいけど、さすがにくれない。うん。もうコインはいらないんだよな。でもワープブロックもっといらないから。まあ、よしとする？はい。あ、そこでそうや。金土管変えるんですよね、キャサリンは。うん。さあ、ラッキーマス。ダブルサイコロとかもあんねや。まだ見てないな。何それ？決闘手袋。
喧嘩吹っかけれるアイテムとかそういうのあんねん。呪いサイコロをキャサリンに使って、なるほど、まあスターは取らせんぞと、そういう作戦ですね。でロゼッタはロゼッタで、まあ、頑張って左行くぞと、そういうあれですね。誰かびっくり踏まねえかな誰かいいタイミングでびっくり踏まねえかなね。そうしたらね、こっち来てくれんのに。こっち来たらね、スター買いつつテレサやからね、まあなかなかないけど、祈るだけはただなんで祈りましょうか。さあドンキーびっくり踏むかもしれないよ。そうドンキーうっかりしちゃうからね。ワープブロック、え嘘やん嘘やん、もうちょっとでテレサやったのにそんなことあるそんなことあるそんなことすんの、ひどい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 、もうすべてが噛み合っていないもうなんか逆にそういう奇跡みたいな起こってる気がするもうワープブロックただただ持たされてここに飛ぶというあれこれでもドンキーと入れ替わる可能性があるので、さあ1対3ミニゲーム、照らしてサーチライト、ほう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 、それ何、当てて何、あそういうこと、3人とも当てればみたいな、そういうあれか。じゃ今緑見てたなるほど、3人が当てると、まあ、捕まえれますよと。こっち、結構潜る、あそっち行くの、いやそれ意外となんか潜ってたらなんとかなるよな。今映ったよ、はい、なんか素潜りゲーでしたね結構潜って回避できんねんなって感じでしたね。いやこれちょっとワープブロック使うか、前に行くかテレサに近づくかだけなんで、これワープブロック使いどころですね。さあ一応マップ見るですよね。キャサリンもロゼッタもスターの近くにいる、でドンキーも実質スターの近くにいるんですよ。なのでワープ返し、ここはい、トゥーン、あやったぜこれでかい、これすまんでかいはい、確定演出で、スターを奪うロゼッタ、まあロゼッタから取るしかないもんね。これでもロゼッタはまた3枚目をすぐに買いそうなので、果たしてみたいなところあるが、キャサリンかロゼッタびっくり踏まへんかな、さすがにないか、いやわからんな。さあ来た、なんなら自分で踏むまであったけど、さあこれ来たんじゃない、来てないまあまあまあ、何分の1なんやろね。ロゼッタしかまだスター引き当ててないもんね、あれ。え、決闘、なんでなんでなんで、これ何が起こるの、あーコインをかけろと、へえ97コインやんかけんの、マジで言ってる、これあれ分からへん分からへん分からへん、えぐいマジそういう積極的な、それ何っていうタイミング見て飛び移るだけ、失敗した、死んだ、あーそれ合わないっていう感じ、あーっていう感じよ、まあうまくやってくださいよと。ふぅ、それいける？ほい、
それさ、ひょい、これどうなん、タイミング合ってなくても意外といけてたりするんかな。ふっ、飛べ、届け、届かない、今来た、もうあとは飛ぶだけ。はい、ありがとうキャサリンがコイン貢いでくれた。え、これ全部もらえんの、もしかして。本当に本当にやったぜこれはなんかあれかな、あんた頑張りなさいよキャサリン、キャサリン、キャサリン、よし応援するわって言ってコインくれたなんか知らんけどコインくれた親切かよ、やったでロゼッタびっくり踏む可能性もなんならあるぞ。そんなことない、どうですか、どうですか、どうですか、ラッキーマス、はい、まあ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 、で金土管が1個キャサリンが持ってる、ドンキーはどうするんだろうね、ドンキーはなるほど呪いサイコロで、まあ、一生キャサリンの邪魔をしてると。いやこれでもワープワンチャンあるぞないっすか、ないっすか、ないっすか、次ラストターンなんですよね、ワープ以外もう可能性がないからね。ワープワンチャン、ワープワンチャンでキャサリンかロゼッタのところに飛んでサイコロを踏んで華麗にゴールとすれば、最後の最後でスター駆け込み寺できるからねやったるか、やったろうぜ。でキャサリンは絶対土管で、スター買うでしょう。でロゼッタも一緒か、ほう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 、あ、え、え、ちょっと待って、1対3でそれを追い込まれたら積むゲームやん、3人側、やめてロゼッタ痛いっていう感じ。まあ3人側残ればいいよねみたいな、そんな感じか。そこテレサ消えてもらう、あ、やばい、やめて、そこ、あ、やばい、ロゼッタ消えた、痛い、頑張れロンキー、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 あ、やばい、クリボーがこっち来てるドキ強い、あ、やばい、うわー耐えたはい、いやなんかね、なんか味方に勝たせてもらってんな、基本3対1味方に勝たせてもらってんぞ味方的、味方的、味方、よし。でこれはね、もう使うっきゃねえよな、これさ他にだって美味しいもんないもんね、なんならここでスター取られる可能性もあると。やったらまあなんかね、うん、この辺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 。で、ドンキーはドンキーでも、最悪びっくり踏める可能性あるんでしょう。ワープしようぜ。よし。3分の2で、僕の勝ちでよろしいですか。あ、あ、じゃねえよ。あ、あじゃねえよ。あ、何もできないや。まあでも、うん。あれにかけるしか、もうなかったんで、まあまあまあ、金土管今使う。あ、でもそっか。1出る可能性あるもんね。やったら確定でってことか。いやー、これはロゼッタが3枚になるか。あ、そっかそっかそっか。呪いがついてるから、なおさら1が出やすい可能性がありましたよと。やったらまあまあまあ。っていうかね、まあ最後のターンやし、金土管使うよねと。さあ。キャサリンも2になった。で、ロゼッタの番。これ、届かないでくれ。届かないでくれ。頼む、1とか。1! 運は平等よ。1出ないでって言った時ね、出たし、1出てって言った時も出たから、運は平等よ。で、ドンキーの番。どうなん?橋渡ると、何かいいことが?まあ、から多分どっちでもよかったやろな。どっちでもよかったか、なんか赤マス踏んでたかみたいな、そういうところかな。あ、決闘が始まる。へー、どっちが勝ってもいいよ
どっちが勝ってもいいよ別に。なんで29なんだろう。さあで決闘スタート。これはもう勝手に決めてくれんねや。あ、ドンキー勝ったんや。ええー、みたいな顔してたけどドンキー。よし、ドンキーが着々とコインを集めているが、あ、そっかそっかそっか、ロゼッタあれか、結局スター買えなかったから今コイン差で1位なのか。勝ちましたこれ、もしかして。これ、ちょっと待って、あ、やばいやばい、なるほど、 AA でヒップドロップか。みんな潰せんぞ。ピコッピコッピコッ、なるほどっていう感じやけど、どうなん、どのタイミングでヒップすんのがいいんやろうね、わからへん。やめて、飛んじゃう飛んじゃう飛んじゃう、飛ぶぞ飛ぶぞ。赤赤ってことでいいの、罰は赤赤赤赤、緑、これそこで潰しても意味ないんだよな。潰すタイミング狙えない狙えない、もうみんな真ん中、やめて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 、ボコボコ、あはは、潰された。待って、やばい、あー、そこで潰したら平和なんだよな。やばい、潰された。これだんだん早なってる。はぁ、今ピョコンってなった、ピョコンってなった。あー、ゲストに助けてもらった。あれは決して連れて行かれたわけではない、救出してくれる親切。あー、ドンキーなんか最後の方生き生きしてたな。お疲れ様、全ターン終了しました。それでは結果発表です。さて、勝利の行方はどうなるのでしょう。それでは最初に今回のボーナス、そう、ミニゲーム、ミニゲーム？なんだ？コイン、コイン、ランニング、ランニングはどうだ、ランニングは違う気がする。さて、このボーナスをもらえるのはドンキーか。あ、え、ヨッシーでいいの、やったぜ。へえ、勝ちましたかこれ。2つ目のボーナスは、あ、クッパマス止まったぞ。あ、クッパマス僕じゃない、ヨッシーでしょ、ヨッシーさん。あ、勝ちました、これは忖度。あー、と思ったらドンキーが切り返してきた。でももうコイン差で勝ちよ。え、そんなことない。優勝者の発表です。あ、勝ちました。今回優勝したのは、あーあー、みんなバクバク食われた。いやー、よかった、最初のねパートでね勝ててよかった。あー、みんな楽しそう、スーパースター。改めてヨッシーさん1位おめでとうございます。ありがとうございます。多くのミニゲームに勝利したのか、勝利したのが優勝の決め手になったのかもしれませんね。そして2位のドンキーコングさん、スーパースターまであと一歩でした。ドンキー盛り返してたもんね。スターの場所を入れ替えまくってライバルたちをひどく惑わせましたね。お次は3位、あ、そういうのをいろいろ教えてくれんねや。ロゼッタさんです。誰よりもプラスマスに止まったようです。安定してコインを手に入れましたね。最後4位はキャサリンさん。苦労も多い中、マイナスマスに数多く止まったのにめげないでよく戦いましたね。見どころの多い良い勝負でしたね。それでは最終結果をご覧ください。ありがとう、圧勝。圧勝というか決闘でね、キャサリンがコイン貢いでくれたからな。はい、こんな感じ。あー、コイン、ミニゲームコインで隠しブロック、なるほど。買ったアイテム数は負けてると。なんでアイテム数でのスターじゃなくてよかったなっていう感じはしますね。はあ、お、おー、おー、わからん。わからん、わからん、な、何かが蓄積されてる。何レベル、何、キノピオショップにカードデザイン追加。ヨッシーのトロピカルアイランドのスゴロク図鑑ミュージックカードデザインがショップに追加されました。はあ、なんか買い物ができると。はあ、はあ、うん。よし、ということでね、ちょっと、あ、
あ？なるほど。いや、わからん。こんな感じでね、ミニゲームやりましたが、いや、どうだろうね。いやー、20ターン結構長かった。長かったかな。いや、まあ、ちょっとなんかね、意外と終盤にでも、ゾクゾクゲームが動いてね、面白い展開やったなっていう感じもしましたんで、またね、次回も動画でお会いできればなと思いますので、うん。ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。なんとか勝ててよかった。